その後。Everybody, and welcome back. So today is August 27. 見せてて、角曲がったとこにある立体交差わかる。高速の下の。あ、そこ。そこで会おう。あ、ちょっと待って。起きた。すぐ出てくから、着替えるのちょっと待って。悪い。なんでもない。そういうことでいいか。なあ、じゃあバイトの後で。おはよう。モーニング、オリン。シン、あいつと約束してるみたいだね。うん。今日話をつけるんだね。バイトの後で。うん。聞いてたよな。今日のバイトの後、トーマと一緒に待ち合わせ場所に来て。うん。場所はあいつが分かってる。何もないとは思うけど、一応気をつけろよ。んじゃあ外出てるから着替えて。ああやっぱりそうなんだね。トーマに対して気をつけろなんて言わなくちゃいけないなんて。きっと今誰より辛いのはシンだね。うん。ああおはよう。なあ、お前もしかして昨夜、今朝の電話にお前の声が聞こえた気がしたんだよな。ここ来る前お前ん家行ったけど誰もいなかったし。そうだ、お前記憶がなくなっても結局シンを選ぶんだね。I don't know. I don't know. Is there a difference to what I goddamn say to him? Well, that wasn't the case yesterday, because I didn't go with him. そっか。でも二人きりで一晩いてもいいってくらい。仕事するか。Several hours later. ああ、仕事終わっちゃったね。シンとの待ち合わせ場所行かなきゃ。Yep, yep, yep. Let's go. 行こうか。お前も連れてこいって言われてるんだ。30 minutes later! Okay. お前さ、こないだも待ち伏せしてたけど、予備校は大丈夫なの？休校だなんて嘘だよな。ああ。受験勉強は後で取り返す。今、これの決着をつけないと気になって何もできない。そんなこと言って落ちたりしたら笑ってやるからな。お前に笑われないようにせいぜい頑張るよ。だから決着をつけよう。いいよ、どこから始める？おいこっち来い。んあの日崖の下で倒れてたこいつに危害を加えたのはお前だな、トーマ。とりあえず聞こうか、どうしてそう思う？消去法とかいろいろ。まず俺が引っかかったのはこいつが退院した後のお前の言葉。Good point! Sawa's a close friend of mine. How come she didn't know yet Toma did? That made no sense. Teshin, お前ね、彼女昨日退院じゃなかったの？なんでこんなとこ連れてくんの？お前、顔色悪いな。頭の傷、痛むのか？ How do you know my head was hurting? He couldn't know. 頭は痛むかって聞いたんだ、お前。Good point. 覚えてるか？ And I didn't say about my head turning to later. 覚えてないな。そんなこと聞いたっけ？
でも何かおかしいかな。確かにこいつは頭を強く打ってた。だけど一見してひどかったのは首の傷だったはずだ。Yeah. 見るからにヤバい出血だったし、実際病院でも致命傷になってたかもしれないって言われてる。あの場にいた奴らはそれを見てる。退院した後、他のみんなはまず首の包帯に注目したんじゃないの。 But you noticed, but you said my head. なんでお前はそれすっ飛ばして頭の傷も心配したの、トーマ。首はあんまり痛まないって聞いてたから、打撲の痛みの方が後引くんじゃないかと思って。あ、そう。じゃあそれはそういうことで、あとはこいつの記憶だよな。記憶を失う前のこいつは崖の下で意識を取り戻したなんて一言も言わなかった。多分俺が迎えに行ったはずはないって知ってたから、矛盾する記憶を封印してたんだろう。でも全ての記憶を失ったこいつは先入観のない状態でその時のことを思い出した。そして無邪気に口に出したんだ、俺が迎えに来たって。でも俺は言ってない。なら俺と間違えるような誰かが迎えに行ったんだ。そしてこいつはそれを俺だと誤認した。一応聞いておくけど、本当にお前が言ったっていう線はないわけ？ないね、ありえない。もし俺が言ってこいつに何かしたなら、服に血がついてたはずだ。あのチテ型、そこら中にべったり血がついてた。突き飛ばした拍子に手が濡れた程度じゃない。きっとそいつは血まみれのこいつを抱き起こすなり肩を貸すなりしようとしたんだ。首の傷に手をやって血を止めようとしたのかもしれない。それが一番ありえるな。で、そんなことをしたなら濡れたのは手だけじゃないはずだ。手は洗えば済むけど服は洗えない。そんな格好で山荘に飛び込んだらどうなると思う？こいつと会ったのがバレバレだ。でもそれは俺も同じじゃないの？俺は見つけられずに帰ってきたことになってるんだから。お前が帰ってきた時にはもうこいつが運び込まれてて、みんなパニック状態だっただろう。Exactly. 飛び込んでいってこいつにすがりつけば一瞬で服が汚れる。誰も気にしやしない。なるほどね。少なくともお前じゃなさそうなのは分かった。でも俺とは限らないよな。靴跡、警察に持っていけば照合してもらえるはずだろ。どうかな。犯人はそんな靴もう処分しちゃってるかもね。しらじらしいこと言うなよ。捨てる前に俺が写真で残しておいたの分かってるだろ。まあね。でも確証になるかどうかはまだ分からない。じゃあもう一つ、あの山荘にもう一度行った目的は二つあった。一つはこいつの記憶を蘇らせること、もう一つは犯人に証拠を探しに行ってもらうこと。現場付近を泳がせれば必ず証拠を残してあげて探しに行くと思った。 That's why you went after Sawa. If you pushed her downstairs, it's because Sawa and Toma were supposed to be off together, but then they split up to look for things, so it's possible that she saw himpick up something and then he tried to get rid of her. でも証拠を見つけてきたのは俺とサワだね。どっちが誘導したのかわからない。わかるよ。サワに会話を盗聴しといてもらったから。呆れたな、そんなことまでしてたの。サワにはいろいろ協力してもらった。あの夜証拠を消しに出かけようとしたお前とサワが勝ち合ったのも俺が見張りを頼んどいたから。同じ部屋の俺が起きてたらお前警戒して部屋から出ないだろ。だからさ、しばらく寝ないで待ってて、誰か部屋から出てくるやつがいたら声かけてって。そっか、それでサワちゃん服も着替えずにあんな夜中まで起きてたんだ。いや、ポーセン、まさかあんなことになるとは思わなかったから。サワには悪いことしたな。あれは事故だよな。お前サワのこと階段から突き落としたりしてないよな。トーマ。トーマ、why? 事故だよ。やっぱりトーマなのかな。トーマ、why? 証拠を消そうとしてサワちゃんに見つかったの。トーマ？お前のことばっか気にしてて、サワの部屋まで気が回ってなかったんだよ。やっとお前が寝たかと思って、
部屋出た途端、いきなり声かけられて逃げようとした時に肘そんなに強く当たったわけじゃなかったと思うんだけど、サワ怖くてすくんでたんだろうな。足をもつれさせて階段から落ちたんだ。めちゃくちゃ焦ったよ。本当にそんなつもりなかったんだ。そうだと思うよ。お前はこいつに怪我をさせた時だって焦って証拠を残してる。改めて考えればお前がそこまで無慈悲になれるとは思えない。名乗り出て謝りたかったよ。だけど何しに行こうとしてたのかどうしても知られたくなかったから。これでやっと沢に謝れるよ。突き止めてくれてありがとうな。But hang on, what about me? で、こいつに怪我させた時はなんでだったの？それも事故だよ。わざとじゃない。抱き上げようとして手を滑らせたんだ。それは嘘だ。本当だ。言えなかったのは単に言うタイミングを逃したから。Right? No. 俺が全部言おうって決心して山荘に帰った時には事故だってことで丸く収まろうとしてたんだよ。救急車の中で意識を取り戻したこいつが付き添ってた俺を見てありがとうって笑ったんだ。何も言えなくなった。俺が名乗り出て引っかき回してもこいつを傷つけるだけだと思った。 What was wrong, Shen? その時この罪は俺が墓まで持ってこうと決めたんだ。もちろんシン、お前が疑われた時は何度も言おうと思ったよ。But you didn't, and tried to get rid of evidence. でも必ず疑いを晴れるはずだって信じてた。だってお前は間違いなく無実なんだから。言っとくけど、万が一逮捕されるようならすぐ名乗り出るつもりだった。それは疑ってないよ、お前。俺が取り調べられてるんだ。何度も警察に抗議してただろう。うちの母親をけしかけて嘆願書を送らせたりもしてた。俺を身代わりにするつもりなんかなかったのは誰よりも俺が知ってる。 But you did intend to hurt me. お前はただ事故だってことで穏便に済ませたかっただけなんだ。誰も悪くなかったことにしたかった。でも違うだろ。お前には一瞬かもしれないけど悪意があっただろ。 What have I ever done to you? なかったことにはできないよ。できるよ。だってし、犯行をともかく動機を証明する手立てなんてないよ。俺は事故だったって言い張る。隠そうとしたのは悪かったけど、害意があって傷つけたわけじゃない。俺がこいつを傷つける理由は。There is malice. It's because I'd always choose Shen over you. あるだろ。な、思い出せ。あの時何があった？お前は何を言ったんだ？その結果、何が起こった？思い出せ。お前ら二人して見たくないものには見ないふりするのか？それでいいのかい？それじゃあ前に進めないだろ。そんなに今の関係が大事かよ。壊したくないのかよ。思い出せ。Shen, back then, what I saw was... ここにいたのか。大丈夫か。起き上がれるか。Shen, you came from...Come on! お前、ボケてるな。なあ、ひどい血だ。そこのガラスピンで切ったんだな。ったく、不法投棄するなっての。ちょっと待って、あんまり動くな。はあ、抑えても止まりそうにないな。とにかく、ほら、おぶってやるから捕まれ。俺が。なん、シンは優しくないよね。お前も自分でそう思ってる。 That's it! He hated the fact he was over Shen! なのに、どうして俺じゃダメなんだよ。 Eek! Oh Jesus! Toma! No, no way! Why would Toma do such a thing? Why?No, I need to forget this. No, you don't! 記憶の封印、解けたみたいだね。No, we're not forgetting it. Orin.
これで僕も僕のいるべき場所に帰れる。まだ全部の記憶を取り戻したわけじゃないけど、もう君の記憶を封じてたものはなくなった。すぐに全部思い出せるよ。頼りになるナイトがついてるしね。